ごめん、隠れてたつもりはないんだけど、テキーラが風船を割っていくのも見てたんだ。やっぱりですね。カズヤさんに見られるのは平気です。カズヤさんやエンジェル隊のみんなも私の魔法を受け入れてくれた方々ですもの。カルーア、それにしてもうまくいきませんわ。ミモレットちゃん、今日はもうやめにしません。きっと私にはあの人のような魔力がないんですわ。いや、そんなことはないんじゃない。だってカルーア、前に結界魔法で僕たちを助けてくれたじゃない。そうですね、カルーア様だってちゃんと魔法を使えるはずですね。そんなに難しいはずはないですね。何をためらっているですね。どうしてでしょう。実はなんとなく魔法を使うのが怖くって。怖い？魔法を使うと何かまずいことでも？それが自分でもよくわからないんです。そんなのはただの気の迷いですね。テキーラ様を喜ばせるためにももうちょっと頑張るですね。はい、それじゃあもう一度テキーラ様にお手本を見せてもらうですね。タイミングを今一度正確に捉えるですね。ボンボン行くですね。おかしいわね、あの子どうしてこんなに魔法を使うことを怖がってるのかしら。テキーラにもわからないの？あの子自身にわからないんじゃ私にもわからないわ。ただなんとなく魔法を使うことを恐れている、そんな感じね。どうしてだろう。トラウマの件はもう解決したはずだし。に？トラウマの件？白波。あ、いやごめんミモレット、なんでもないよ。怪しいですね。とにかくそういうことならこれ以上訓練しても無駄じゃない？そうね、あの子にその気がないと分かった以上これ以上の特訓は無意味だわ。に？やめるですね。本当はあの子にもちゃんと魔法を使えるようになってほしいんだけど、こういうのって無理強いしたところで上手くなるものじゃないのよね。ねえ、そうですかね。しょうがないよ。うん、えい、やっほった。はおお、これは。は、今のは魔法か。マジョラム、ソチが使ったのか。まあそうだけど。わらわはこんな間近で魔法を見たのは初めてじゃ。いや、遠目にも見たことはなかった。これはすごい、驚きじゃ。あら、そう？こんな呪文で喜んでもらえるなんて。アライアンスに魔法使いはいなかったの？当然じゃ。もともとアライアンスとは遥か昔、邪悪な魔法使いどもが支配していた星に我がイザヨイ家のご先祖が乗り込んで征伐したのが起こりなのじゃ。それゆえアライアンス土着の魔法は危険な力として全て禁じられ、魔法使いを名乗る者も皆消えた。それが何百年も前の話じゃ。あら、ずいぶんと徹底してるのね。非道な連中じゃったというからの。アライアンスでは今でも魔法は忌まわしき禁忌の力としてご法度になっておる。じゃあ私もアライアンスに行ったら粛清されちゃうわけね。じゃろうな。ところでマジョラムよ、ソチは魔女としては強い方なのか。当然、私を誰だと思ってるの。カルーアとテキーラはノイエに12人しかいない公認A級魔女の一人なんだ。ほほう、よくわからんが、それは強そうじゃの。多分ルキシオールに乗ってる人の中じゃテキーラが一番強いんじゃないかな。褒められて悪い気はしないんだけど、そうとは限らないのよね。特に本気でやり合うってことになったら。ほら、あそこからイザヨイを見張ってるあの子。うん？じー、うわっ、リリーさん、気配がしなかった。なんでリリーさんが夏目を見張ってるの？あの者、セルダール王からの勅命とやらで
しつこくわらわにへばりついておるのじゃ。わらわは護衛などいらぬというの。全く聞こうとせん。そうなんだ。そんなことよりシャーベットがどうかしたか。うん、シャーベットにだけは私はきっとかなわないわ。なんじゃと。それはまことか。ええ、歴史的に見てもかなわないことは実証されてるの。歴史的に戦ったことでもあるの。あら知らぬみ、勉強不足ね。歴史苦手だったでしょう。あ、はい、苦手でした。で、どんな戦いだったの、教えてよ。弱な話だから私は説明しないわ。知りたいのに。さてっと、なんだか人も増えてきちゃったし、一旦研究室に戻って理論の方から攻めてみようかしら。ねえ、しょうがないですね。じゃあ撤収ですね。白波、お先に失礼。あ、うん、お疲れ。シャーベットが魔女よりも、なぜじゃろう。それにしても、どうしてカルーガは未だに魔法を使いたがらないんだろう。こういう時は、一応モルデン先生に相談してみようかな。白波です。失礼します。どうぞ。どうかしましたか？今日は僕のことじゃなくて、カルーアのことで相談に来たんです。マジョラムさんの。ええ、実は。うん、なるほど。テキーラさんはカルーアさんにも一人前の魔女になってほしいと思っている。しかし当のカルーアさんが魔法を使いたがらず、その理由がわからないと。はい、テキーラが言うにはカルーア自身にもちゃんとした理由はわからないみたいなんです。ただ魔法を使うことが漠然と怖いみたいで。先生、こういう時どうしたらいいんでしょう。白波くん、もしかしたらこれは思ったより重大な問題かもしれませんよ。え？極端な話、テキーラさんの存在そのものに関わる問題かもしれません。え？どういうことですか？ご説明しますから落ち着いて聞いてください。白波くん、そもそもあなたはマジョラムさんの人格が二人に分かれた経緯をご存知ですか？人格が分かれた経緯？そういえば知らないです。おやおや、お付き合いしているのですからそのくらいは知っておかないといけませんね。すいません。カルーアさんがエンジェル隊に入隊された際、私は軍医として彼女の履歴を受け取っています。本来でしたらプライバシーにあたることはお話ししてはいけないのですが、ことが重大かもしれませんので、隊長のあなたには特別にお聞かせしておきましょう。くれぐれも内密に願いますよ。はい。マジョラムさんは6歳の時にマジークの魔法アカデミーに入学。幼いながら大変優秀な成績を収め、入学当初から将来を有望視されていたそうです。ご両親からの期待も相当なものだったとか。しかし8歳の時、なぜかぱったりと魔法が使えなくなってしまったんだそうです。なぜそうなってしまったのか理由まではわからないのですが、カルーアさんにとって何がしか精神的な事件があったと予想されます。そこはわかる。友達を火事から助けて、その子に気味悪がられるようになったからだ。その後魔法が使えなくなった彼女はみるみるうちにアカデミーでの成績を落とし、ついには退学の可能性すら出てきたのです。魔法が使えないという事実、そして両親をはじめとした周囲の期待に対する裏切り、思い悩んだ末に彼女が取った方法、それがテキーラさんという新たな人格を生み出し彼女に魔法を使わせることだったのです。そうだったんだ。でもということはカルーアは少なくとも昔はちゃんと魔法を使えていたんですね。ええ、それは確からしいですよ。ですから
その精神的な障害さえ取り除ければカルアさんも再び魔法が使えるように。ん？どうしました？その精神的な障害ならもう解決して、やっぱりモルデン先生に相談してもわからないか。いえ、何でもないです。ありがとうございました。話はこれからですよ、白波くん。え？これから言うことを理解していただくためにわざわざこんな話をしたのです。はあ、そうですか。で、その話とは？今申し上げました通り、テキーラさんという人格は魔法が使えないカルーアさんに代わるために生み出された存在です。ですから、もしカルーアさんが元のように魔法を使えるようになった場合、理論的に考えてテキーラさんはもういらないということになります。え？最悪の場合、役割を終えた人格そのものが消滅してしまう可能性すら。ちょっと待ってください。テキーラが消えちゃうって言うんですか？可能性の話です。しかしカルーアさんに魔法を使わせるということは、そういった危険に触れるということを十分に考えておかねばなりません。話はこれだけです。白波くん、あなたがテキーラさんをカルーアさんと同じように大切に思うのなら、カルーアさんに魔法を無理強いすることはやめておいた方が無難だと思いますよ。はい、わかりました。モルデン先生、ありがとうございます。テキーラがいなくなるだって、そんなこと全然想像できない。いや、想像したくもない。ひょっとしたらカルーアもそれを本能的に感じ取っているのかもしれない。それでなんとなく魔法を使うのが怖いのかも。とにかくカルーアを探しつつ館内を回ろう。カルーアはもう行ってっかな。あんな手紙出すんじゃなかったぜ。カルーアを待たせとくのも悪いし、そろそろ行くか。自分で呼んじまったんだしな。カルーアを待たせとくのも悪いし。あら、呼び出しの場所は確かここだったと思うんですけど。アニス、まだ来てませんわ。アニスさん、まだ来てませんわ。いらっしゃいませ、ジャンクスへようこそ。あ、やあ、ナロナロ。ナロナロも買い物？あれ？どうしたんだ？てっきりいつもみたいに駆け寄ってくるかと思ったけど。ナロナロ、なんで逃げるの？別に逃げてないんだ。ただちょっと秘密なんだ。秘密？秘密か。それじゃあしょうがないな。邪魔してごめん。またね、ナロナロ。またご利用くださいませ。カズヤ、待つのだ。ん？ナノナノだけの秘密はやめたのだ。ナノナノとカズヤ、二人の秘密にするのだ。え、いいの？いいのだ。ナノナノもそっちの方が楽しいと思うのだ。カズヤ、ナノナノはこれからものすごく貴重なものを買うのだ。ずっと前から欲しかったのだ。それがようやく入荷したのだ。ああ、期間限。ダメ！それはまだ秘密なのだ。すみませんでした。では、
商品を取りに行ってまいります。カズヤ、後で部屋に来てほしいのだ。そこでご披露するのだ。いいのだ、くれぐれも一人で来るのだ。万一他の人間を連れてきたら、この話は保護にするのだ。なんか身の代金の受け渡しみたいだね。大丈夫なのだ、きっとカズヤにも嬉しいものなのだ。オッケー、楽しみにしてるよ。お待ちいたしました。あ、カズヤまだ見ちゃダメなのだ。早く行くのだ。うん、わかったわかった。また後でね、ナノナノ。またなのだ。このことは誰にも言っちゃいけないのだ。トップシークレットなのだ。わかりました、毎度ありがとうございます。このことは誰にも言っちゃいけない。わかりました。失礼します。カズヤ君、ちょうどよかったわ。少し話を聞いていってもらえるかしら。まあ愉快な話じゃないんだけど。は、はい、何でしょう。白波翔、あなたは先のジュニエブルをどう思いましたか。どうって、ひどいやつだと思いました。あれじゃ夏目がかわいそうです。そうね、あんな男に騙されてたんじゃ夏目さんの気持ちも察してあまりあるわ。ですが公女にあれだけの態度を取ったということは、公爵は目的のためには手段を選ばない、そういうスタンスにあると考えられます。はい。しかしそれならば少し妙だと思いませんか。妙？入手経路こそわからないけど、アライアンスには強力な未知の兵器があるわ。ピコ、アジート、これらの星の動力を一瞬にして封じ込めるほどのテクノロジー。なぜそれを私たちに使わないのかしら。あ、それは確かに変ですよね。考えてみれば当たり前の気分だ。ええ、これについて先ほどから艦長と話していたのです。今のところ艦長と私とで考えた結論は一つ、彼らは使わないのではなく使えないのではないかということです。使えない？それはどうしてですか？あくまでも推測だけど、そういうルールがあるんじゃないかしら。ルール？アライアンスの立場から考えたときに、あまりにも不可解な要素が多すぎるのです。なぜ彼らはルクシオールとエンジェル隊にそこまでこだわるのか。逆に我々を倒したいのであれば、なぜ三校力を合わせて襲ってこないのか。なぜ我々に補給の許可を出すのか。なぜ毎回わざわざ同じような条件にして戦う必要があるのか。これらを合理的に説明することはできないわ。だから私はひょっとしたらあちら側でそういうルールを定めていて、その条件下で誰が私たちを倒すか競争しているんじゃないか、そんな気がするのよ。でも彼らにとってそれが何になるっていうんですか。それはわからないけど、例えばルクシオールとエンジェル隊を破った者に新国家でより高い地位を与えるとかね。とはいえ、この説でも説明しきれない穴があるのです。ジュニエブルは夏目公女の後見人にして最小、もともとアライアンスの実質的な最高権力者です。ですから仮にそういう競争をしていたとしても、誰がそれに対して恩賞を与えるかといえば、それはジュニエブルのはずです。確かにそうですね。ところがどうやらジュニエブルは自分もこのルールにのっとって戦うつもりらしい。その意図がわかりません。ねえ、まるでゲームのプレイヤーが自分で審判を務めるようなもの。でもプレイヤーと審判が一緒だとしたら、反則を取るも取らないも本人次第ということね。カズヤ君、もしかしたら今度の戦い向こうからルールを破ってくるかもしれないわ。わかりました、絶対に油断しません。ねえ、私たちも気をつけるわ。ハチェット校ジュニエブル、一体何を企んでいるんだ。
なのだ。ナルなの？僕だよ。お、カズヤなのだ。うん、さっきの秘密教えてもらいに来たよ。今大丈夫？大丈夫なのだ。カズヤ、早く中に入るのだ。あ、引っ張らないで。なんだい、急に引っ張ったりして。外で話してたら他の人に見つかっちゃうのだ。慎重だね。こっちに来るのだ。カズヤには特別に見せるのだ。じゃんじゃじゃん、これなのだ。わあ、これ全部デリシャスバー？期間限定新作詰め合わせ。限定品か、なんかワクワクするな。早速開けてみるのだ。これはフカヒレ味？わあ、これ気になってたんだよ。他にもたくさん、バナナミルク味に粒マスタード味、もずく酢味まで。それはこの限定パックだけでしか食べられない超レアものなのだ。ずっと欲しかったのがピコでの補給で、いや、他の人に見つかっちゃうって、もしかしてこれのこと？もちろんそうなのだ。ここにあると分かったらみんな押し寄せてくるに決まってるのだ。それはないと思うけど。うん、でも分かる人だけに分かればいい。これは確かにお宝だ。カズヤになったら特別にちょっとだけ分けてあげてもいいのだ。本当？それは嬉しいな。ちょっとだけなのだ。カズヤはどれが食べたいのだ？早くするのだ。ごめん。それじゃあ、これフカヒレ味。それはスペシャルフィーチャーなのだ。それはやめといて。それじゃあ粒マスタード味がいいかな。と思ったけど、味噌田楽味でもいいかな。どれも貴重な一品物なのだ。ああ、ごめん。あの、ナノナノが食べたいんだったら遠慮しとくよ。いいのだ。カズヤにあげるって言ったのだ。カズヤにも食べてもらうのだ。ナノナノの気持ちなのだ。そんなに気にしなくてもいいのに。それじゃあ味噌田楽味はあんまり好きじゃないような気がするかもしれないのだ。ありがとうナノナノ。それじゃあその味噌田楽味をもらうね。じゃあナノナノはバナナミルク味を食べるのだ。早速一緒に食べるのだ。どうしたの？ナノナノ。なんでもないのだ。もしかして味噌田楽味も食べたい？やっぱり返そうか。そうじゃないのだ。ちょっと美味しそうだなって思っただけなのだ。やっぱり食べたいんじゃない？言ってくれればいいのに。いいのだ。それはカズヤにあげたのだ。でもそんな風に見つめられてたら食べられないよ。いいから食べて。カズヤがそう言うなら代わりのデリシャスバーを選ぶのだ。いいって、やっぱりやめとくよ。本当にいいのだ？カズヤもデリシャスバー好きなのだ。うん、その代わり次の限定セットが出るときは僕も買うからね。わかったのだ。それじゃあどっちが買えるか競争なのだ。それじゃあ僕はこれで。ゆっくり食べてね。ありがとうなのだ。カズヤ大好きなのだ。食べてみたかったけどしょうがないよね。はあ、食べたかったな。味噌田楽味、フカヒレ味。
このペースだと一日でなくなってしまうのだ。でも今食べたいのだ。やっぱり我慢は良くないのだ。食べたい時に食べるのだ。良くないのだ。食べたい時に食べるのだ。テキーラ、今いいかい？白波、何か用？いや、ただの見回り。あ、そう。邪魔だったら後にするけど。別に構わないわよ。好きに入って。うん。お邪魔しまーす。に？カズヤですかに？どうしたの？ため息なんかついて。ご主人様は今マジックで予想されるキャラウェイ様との再会が憂鬱なんですに。キャラウェイ？大魔導士キャラウェイ、ノイエ一の魔女にして公認永久魔女の王さ、私たちのお師匠様よ。テキーラの先生？それがどうして憂鬱なの？マジークが敵に占領されてるってことは、お師匠様も多分捕まってるんだと思うけど、問題はそれを助けた後なのよね。え、助けたくないの？いいえ、助けたいわよ。ただ助けたら助けたでまたお説教されそうな気がするのよね。お説教か。厳しい先生なんだ。厳しい厳しい、思い出しただけでも寒気がするわ。そんなに？ええ、うんなえげつない修行の日々は正直二度とごめんよ。でもさ、まだ戦いに勝ってもいないうちから言うのもなんだけど、マジークを解放してそのキャラウェイ様を助け出して、褒められるんならともかく一体何を叱られるっていうのさ。理屈ではそうなんだけど、苦手なもんは苦手なのよ。あの恐ろしい日々のイメージがもう刷り込まれてしまっているんですね。よっぽどだったんだね。あれ？でも確かマジークには半年くらい前に行ったけど、そんな人には会わなかったよね。ええ、あの時はルクシオールもまだエデン戦績だったから、マジーク政府とのやり取りはフランボワーズ大使を通して行ってたのよ。ああ、そうか。それで会う機会がなかったんだ。そういうこと。でも今回はもう私たちは UPW の分析になっちゃったし、マジークの顔であるキャラウェイ大先生様が直接挨拶に出てくる可能性が高いってわけ。そうするとあの子も顔を出さないわけにはいかないでしょ。もし叱られたりしたら僕がかばってあげるよ。あなたが助かったのは誰のおかげですかって。その気持ちだけありがたく受け取っとくけど、余計なことはしないで、問題がこじれるわ。はい、でもまあどの道マジークを解放しないわけにはいかないんだし、お師匠様を助けたいって気持ちは確かだから、叱られるのは我慢するしかないのよね。いざとなったら身も盾にするか。ふに、冗談よ。覚悟は決まった？そうね、嫌がってても仕方ないっていう当たり前の結論に達したわ。そっか、それじゃあ僕はもう行くね。え、またね白波。カルーアとテキーラのお師匠様か。どんな怖い人なんだろう。想像つかないな。それにしても敵も去るものね。お師匠様を捕まえるなんて一体どうやったっていうのかしら。そうですね、恐ろしい相手ですね。それにしても敵も去るものね。お師匠様を捕まえる。ナッタンはピコには残らなかったのだ。嬉しいのだ。これからも一緒に遊べるのだ。そうだね、仲良くなれるといいね。もちろんなるのだ。カズヤも一緒に遊ぶのだ。ナッタンにもデリシャスバーを食べてもらうのだ。
しくてびっくりするのだ。ナッタンにもデリシャスバーを食べ。ご主人様、大丈夫でしたかに？なんだ、カズヤですに。ご主人様は今いないから帰るですに。ちょっと待った、大丈夫ってカルーアがどうかしたの？ご主人様はアリスに呼び出されて銀河展望公園に行ってるですに。それが何かまずいの？妙な手紙で呼び出されたからですに。手紙には果たし状って書いてあったですに。果たし状？ご主人様はそれを読んだ後、出かけてくるから留守番をしてるようにと言ったですに。私も一緒に行くって言ったですに。でもダメだって言われたですに。あー、心配ですね。果たし状ね。まあ多分心配するようなことはないと思うけど、カルーアは他には何も言わなかった？ご主人様は手紙を読んでこう言ったですに。まあアニスさんが驚きましたわ。でもそれはとっても素敵なことですわ。とても果たし状を読んでの感想には思えないな。とりあえず心配はしなくていいと思うよ。はあ、そうですかね。あ、ちょっと待って、ミモレット。引っ込んじゃった。果たし状ね。まあ心配はないと思うけど、時間があったら公園に行ってみるか。なんか困ってるみたいだけど、どうかしたの？うわっ！なんでおめえがここにいんだよ！あら、カズヤさん、ちょうどいいところに来てくださいましたわ。全然よくねえ！おめえは関係ねえから口出ししねえでくれ！あら、でも先ほどアニスさんは…うわっ、うっせ！それ以上言うんじゃねえ！関係ないって言われると、余計気になるな。黙ってろ！せっかくですから、カズヤさんにもお聞きしませんか？うわっ、バカ、やめろ！アニスさんは…やめ！うわっ、うわっ！女性らしくなる方法をお知りになりたいそうなんです。うわぁ！女らしく？そういえば、女らしくすればとか前に言ったけど、まだ頑張ってくれてたんだ。でも、その方法を教えるというのは、私には難しいのですけれど。でもよ、俺はカルーアがルクシオルじゃ一番女らしいって思ってんだぜ。カズヤだってそう思うだろ。え？ああ、そうかな。ほらな、俺の目に狂いはね。あらあら、それは困りましたわ。どうしましょう。そういう物静かで奥ゆかしいところとか女の子らしいんじゃないかな。そんな恥ずかしいですもん。物静かで奥ゆかしいか。なるほどね。ごめんアニス、もうとっくにこのことは忘れたのかと思ってたよ。
カードを止められたのがよっぽど効いてるんだね。違いますわ。きっとアニスさんは殿方の目を気になさっているのですわ。わあ、カルーは何言ってやがる。殿方の目ですわ。女の子が自分からおしとやかになろうとそれ以外の理由は考えられませんもの。ちげえよ。そんなことあるわけないだろ。んなことは絶対にね。ただ俺自身あまりに女らしさとは無縁に育ってきちまったからよ。なんかそういうのもちょっとぐらいは知っといた方がいいかもなっていうか。で、別に男の目がどうとかってのに興味があるわけじゃないからな。はあ、そうじゃねえけど、みんな口を開けばやれ親分だやれ野蛮人だの言いやがるから、なんかちょっと悔しいじゃねえか。そんで試しに少しだけ挑戦してみようって、ただそう思っただけなんだからな。うん、分かったよ。そんな力いっぱい言わなくても。俺は誤解されるのが嫌だったんだよ。本当にそれだけなんだぜ。あらもう、アニスさん、お顔が真っ赤ですわ。うるせえな。だからおめえを頼ってんじゃねえか。女らしくなる、なんか手っ取り早い方法はねえのかよ。手っ取り早くですか。おう、そうですわ。ティーラウンジでケーキを食べてみたらいかがでしょう。ん？ケーキ？そんなことはもうお前らとやってんじゃねえか。ただ食べるのではなく、女の子らしくおしとやかに食べるのです。なるほど。あと、とりあえず形から入ってみるってやつだね。それで女らしくなれんのか。女の子にとってケーキは基本中の基本ですわ。お、そうなのか。はい、よし、わかった。それじゃあ早速やってみるぜ。ありがとうよ、カルー。じゃあな。はい、頑張ってください。もう行っちゃった。気が早いな。でもケーキを食べたからって女の子らしくなるとは限らないと思うんだけど。あら、そんなことありませんよ。ケーキを食べるととっても優しい気持ちになれますもの。まあケーキが大好きってのは女の子っぽいと言えないこともないか。大丈夫です。ケーキが嫌いな女の子なんていませんもの。そうは言い切れないと思うけど。これでアニスさんとエデン名学級委員会に入ってくだされば。え、何か言った？いいえ。そう、アニス本当に大丈夫かな。テキーラ、今いいかい？白波、何か用？いや、ただの見回り。あ、そう。邪魔だったら後にするけど。別に構わないわよ、好きに入って。うん。お邪魔します。に？カズヤですかに？どうしたの？ため息なんかついて。ご主人様は今マジークで予想されるキャラウェイ様との再会が憂鬱なんですに。キャラウェイ？大魔導士キャラウェイ、ノイエ一の魔女にして公認永久魔女の王さ、私たちのお師匠様よ。テキーラの先生、それがどうして憂鬱なの？マジークが敵に占領されてるってことはお師匠様も多分捕まってるんだと思うけど、問題はそれを助けた後なのよね。助けたくないの？いいえ、助けたいわよ。ただ助けたら助けたでまたお説教されそうな気がするのよね。お説教か。厳しい先生なんだ。厳しい厳しい、思い出しただけでも寒気がするわ。そんなに？ええ、あんなえげつない修行の日々は正直似たとこもいいよ。でもさ、まだ戦いに勝ってもいないうちから言うのもなんだけど、
マジークを解放して、そのキャラウェイ様を助け出して、褒められるんならともかく一体何を叱られるっていうのさ。理屈ではそうなんだけど、苦手なもんは苦手なのよ。あの恐ろしい日々のイメージがもう刷り込まれてしまっているんですに。よっぽどだったんだね。あれ、でも確かマジークには半年くらい前に行ったけど、そんな人には会わなかったよね。うん、あの時はルクシオールもまだエデン戦績だったから、マジーク政府とのやり取りはフランボワーズ大使を通して行ってたのよ。ああそうか、それで会う機会がなかったんだ。そういうこと。でも今回はもう私たちは UPW の分析になっちゃったし、マジークの顔であるキャラウェイ大先生様が直接挨拶に出てくる可能性が高いってわけ。そうするとあの子も顔を出さないわけにはいかないでしょ。もし叱られたりしたら僕がかばってあげるよ。あなたが助かったのは誰のおかげですかって。その気も。やれやれ、この感じ校長室に呼び出された時の緊張感を思い出すわね。校長室に呼び出された？一体何したの？ふふん、ノーコメント。校長室は私も初耳ですに。話してないもの。何をしたんですに？だからノーコメント。一応言っとくけど、不良学生だったわけじゃないわよ。呼び出されたのは、まあ若気の至りってやつ。たまたまよ、たまたま。一応言っとくけど、不良学生だったわけじゃないわよ。呼び出されたのは誰なのだ。なるなの、僕だよ。お、カズヤなのだ。ちょっと寄ってみただけなんだけど、忙しい？大丈夫なのだ。カズヤ、早く中に入るのだ。あ、引っ張らないで。なんだい、急に引っ張ったりして。外で話してたら他の人に見つかっちゃうのだ。見つかるって何が？ナノナノはさっきコンビニで貴重なものを手に入れてきたのだ。こっちに来るのだ。カズヤには特別に見せてあげるのだ。じゃんじゃじゃーん、これナノだ。わあ、これ全部デリシャスバー？期間限定新作詰め合わせセットなのだ。とーっても貴重なのだ。へえ、限定品か、なんかワクワクするな。早速開けてみるのだ。これはフカヒレ味？あー、これ気になってたんだよ。他にもたくさん、バナナミルク味に粒マスタード味、もずく酢味まで。それはこの限定パックだけでしか食べられない超レアものなのだ。ずーっと欲しかったのがピコでの補給でやーっと入荷したのだ。待ってたのだ。他の人に見つかっちゃうって、もしかしてこれのこと？もちろんそうなのだ。ここにあると分かったらみんな押し寄せてくるに決まってるのだ。それはないと思うけど、うん、でも分かる人だけに分かればいい。これは確かにお宝だ。カズヤにだったら特別にちょっとだけ分けてあげてもいいのだ。本当？それは嬉しいな。ちょっとだけなのだ。カズヤはどれが食べたいのだ？早くするのだ。ごめん。それじゃあ、これフカヒレ味。それはスペシャルフィーチャーなのだ。それはやめといて、それじゃあ粒マスタード味がいいかな。思ったけど、味噌田楽味でもいいかな。あ
一品物なのだ。ああ、ごめん。あの、ナノナノが食べたいんだったら遠慮しとくよ。いいのだ、カズヤにあげるって言ったのだ。カズヤにも食べてもらうのだ。ナノナノの気持ちなのだ。そんなに気にしなくてもいいのに。それじゃあ味噌田楽味はあんまり好きじゃないような気がするかもしれないわ。ありがとう、ナノナノ。それじゃあその味噌田楽味をもらうね。じゃあナノナノはバナナミルク味を食べるのだ。早速一緒に食べるのだ。うん。じしたの？なのなの。ううん、なんでもないのだ。もしかして味噌田楽味も食べたい？やっぱり返そうか。そうじゃないのだ。ちょっと美味しそうだなって思っただけなのだ。やっぱり食べたいんじゃない。言ってくれればいいのに。いいのだ。それはカズヤにあげたのだ。でもそんな風に見つめられてたら食べられないよ。いいから食べて。カズヤが代わりのデリシャスバーを選ぶのだ。いいって。やっぱりやめとくよ。本当にいいのだ。カズヤもデリシャスバー好きなのだ。うん。その代わり次の限定セットが出るときは僕も買うからね。わかったのだ。それじゃあどっちが買えるか競争なのだ。わーい、なのだ。それじゃあ僕はこれでゆっくり食べてね。ありがとう、なのだ。カズヤ大好きなのだ。食べてみたかったけど、しょうがないよね。はぁ、食べたかったな。味噌田楽味、フカヒレ味。ナッタンはピコには残らなかったのだ。嬉しいのだ。これからも一緒に遊べるのだ。そうだね、仲良くなれるといいね。もちろんなるのだ。カズヤも一緒に遊ぶのだ。ナッタンにもデリシャスバーを食べてもらうのだ。きっと美味しくてびっくりするのだ。ナッタンにもデリシャス…それにしても敵も去るものね。お師匠様を捕まえるなんて一体どうやったっていうのかしら。そうですね、恐ろしい相手ですね。それにしてもお師匠様を捕まえるなんて。そうですね。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、カズヤさん。あの、すいません、アニスさんどうかしたんですか？アニスが何か変なことでも？変というか挙動不審なんです。あれ見てください。じー、ケーキを凝視してる？はい、モンブランをご注文いただいたのでお持ちしたのですが、ああやってしばらく眺めた後と掛け声を発し、おもむろに。しばらく固まり、一言つぶやく。うふ、ゾク。そしてまた行視に戻る。このパターンをさっきから繰り返してるんです。ね、不審ですよね。確かに変だけども、この行動の理由を僕は知っている気がする。本当ですか？僕が話を聞いてくるので、少しの間そっとしておいてもらえませんか？はい、よろしくお願いします。いや、アニス。カズヤか、脅かすなよ。女らしさの特訓が頑張ってるね。なんだよ、
笑いに来たんならお断りだぜ。見てろよ、すぐに女らしさを極めてお前らの度肝を抜いてやるからな。ああ、そう、そのことなんだけどさ、アニス、これから僕の言う通りに食べてごらん。ああ、お前男じゃねえか、女らしさなんてわかんのか。あ、でも俺より女らしいかもな。アニス、お互いにとって痛い発言は控えよう。とにかく形だけでいいなら直してあげるよ。まあ料理人として修行してたお前ならいろんな客を見てんだろうしな。一応頼んでみるか。はい、じゃあ行くよ。まず足ピシッと閉じる。こうか。うん、膝と膝をくっつけて。あ、手の方もそんな大開きじゃなくて、こう脇を締めて、こう。それじゃファイティングポーズでしょう。こう、こうだな。まあいっか。目は伏目がちに。そうそう、顎を引いて。そうだな、だいぶそれっぽくなってきた。で、こう左手を下に添えつつ、背筋を伸ばしたままケーキを口に運ぶんだ。ケーキは小さめにね、一口で半分とか食べちゃダメだよ。口に入れても変なセリフは言わなくていいから、こうふっと優しそうな微笑みを。アニス、あー、あー、一気食い。もうダメじゃないか、せっかくいい線まで行ってたのに。やってらんねえ、これじゃうまいケーキもうまくねえぜ。大体俺にはやっぱりおしとやかなんて向いてねえんだ。向いてないなんて諦めるのはまだ早いと思うけど。でもよ、俺はもう遺伝なんだ。アジート家の血がそうさせるんだな。代々大勢の荒くれども率いてきたんだぜ。今さらおしとやかになんてなれるわけねえ。血のせいにして逃げたな。これは敗北じゃねえ。あれだ、俺は俺の道を行く。そのことに気づいただけの話だ。めんどくさくなったんだね。そういうこと、もうそれでいいや。いいのかよ。おー、メルバー、まだ食っから。今度はちゃんと戦いの蹴りつけようぜ。はい、いいですけど。おや、じゃあな。ありがとうございました。結局何だったんですか。まあ自己解決しちゃってみたい。そうですか。アニスさんってなんだか不思議な方ですよね。ああ、まあね。次はどこを回ろうかな。ブリッジよりエンジェル隊。あ、至急ブリーフィングルームへ集合してください。繰り返します。エンジェル隊はブリーフィングルームへ集合してください。なんだろう、とにかく急ごう。